しゃみも出ますと。ごきげんよう。ねえリカ、昨日配信したっけ？なんだこれは。黄色の何これ、玉？ねえ黄色の玉。何ですかこれは。おー、なんか回ってる。何これ。してないですね。あ、夜中したのか。ギリ昨日だよね、日付的には昨日も。そうだそうだ、あの水が。日付変わって日曜日の1時くらいだったか。そうだそうだ、私昨日配信してるんだ。じゃあみんな今日お仕事頑張ってきたってことかな。お疲れ様です。はい、仕事頑張ってきたんだよね。仕事頑張ってきたってことでいいよね。認識としては違う？仕事は頑張ってない。頑張って稼いできた。ねえ何これ、このギフト。普通に下ネタ言いそうになったんだけど。可愛くない、このギフト。何、この配信に標準合わせていますが、仕事が標準合わせてるやん。だって金色の玉なんだもん。し踏みとどまったからギリセーフか。ああ、何なのこれは。リカさん、ブレーキありがとうございます。うん、かかっているかかかってないかで言うとかかってないよりだったけどね、ブレーキとしては。
いつもよりはかかりめではいるけれど。リコールしないでほしい。私さ、ちょっとさ、今さ、携帯がさバグっててさ、でね、めっちゃ怖い話するから、今からちょっと本当に怖い話していい？なんか、なんか入ってると良くないアプリがあったみたいで、データが取られてるかもしれないみたいなことを言われて、でなんか勝手に光る時があったの、あの何アプリが、でなんかおかしいなと思って、いや持ってったんだよ。そしたらさ、なんか、あーこれ多分データ取られてますねみたいな言われて、えみたいな、でなんかえ、怖いでしょ、どういうことみたいな。私もよくその何機械音痴っていうか、あんまりそのなんていうんだ、詳しくはないから、えそれってやばいですかって言ったら、まあ、やばいかやばくないかって言ったらやばいですよみたいな話をされて、でなんかどうやったら治るんですかとか言ったら、そのなんか入っちゃダメなアプリが入ってたみたいで、それをまずそのアンインストールしてやんないとみたいな話で、でも私そのアプリをダウンロードした、なんだ、記憶がなくて、だから誰かに勝手に入れられたかしかありえないのよえ、だって私ダウンロードしてないから、そもそも何このアプリみたいなアプリで、でそれがさ、じゃあ例えば画像編集のアプリとかだったらわかるけど、全く記憶にないのね。そうで、なんかえこれ入れた覚えないんですけどみたいな、勝手に入ってたってことですかって言って、はいって言ったら、なんかじゃあもうその前からそのなんかなんていうの、ウイルスみたいなのに入られてる可能性があるのでお調べしますねみたいな言われて、むずい、何それ無理なんだけどみたいな、そんなこと言われたらさ、でもなんか変なサイトとかも行ってないし、なんかもうほんと誰かが私の携帯を操作してるとしか思えなくて、そうで今怖いよっていう話ね。で なんとかそれは治ったんだけど、治ったっていうかそのなんだアンインストールできたんだけど、携帯を誰かに預けたことはあるの？誰かに預け、私が携帯預けるときなんて写真撮ってもらうときぐらいしかないけどな、割と携帯依存症だからみんな知ってるだろうけど、私携帯依存症なんですよないと死ぬので、なんかそわそわする、え結構が割と重度だと思う本当に。携帯見てない時間ないもん、だって配信中にも全然見るし。
それかいい、それがいいか悪いかで言うと良くないんだろうけど、私は全然見るんですよね。うん、だからなんか携帯手元にないとダメだから、別の端末で配信してるから、だから本当に依存症なんだよね。でマルチタスク女だからながら作業めっちゃするし、そう、そこもチャーミングです。チャーミングやばい。久しぶりに言われた、チャーミングって。なんかさ、めちゃくちゃ普通に悪口言っていい？あんまりこんなこと聞かないんだけど、なんかなんかめちゃくちゃ普通に悪口言っていい？どうぞ。あ、じゃあ別に全然違うよ、あのファンの人とかじゃない、多分みんなもそれうざいねってなるから聞いてほしい、なんか共感してほしいから言うんだけど、嫌なことされたっていうか、なんか私デフォルト口軽い人めっちゃ嫌いなのね。わかる？ちょっともう関わるのも嫌なぐらい嫌いなの。なんかさ、別にそんなソースが曖昧な状態で何々らしいよみたいなこととかを平気で他の人に不意調するような人が苦手で、そうで、あとさ、なんか言わないでほしいなみたいなことってあるじゃん。なんかその時になんかこう2人だから言ったこととかさ、なんか誰にも聞かれてないから言ったこととかってあるじゃん。で大体そういうのって察するじゃん、あこれあんま言わないでほしいだろうなみたいな。まあ私なんて仕事上ももちろんそうだし、なんかわかる？それをさ、なんかさ平気で軽々とさ、しかもさ私がいる前でさ、なんかでも昨日まるまるって言ってたよねみたいな、だってそれ結構カチンときちゃって、はみたいな、こいつ何言ってんのみたいな。私としてはさ、なんかまあちょっとは信用してさ、この話まあこの人なら言ってもいいかと思って言ってることだってあるじゃん。それをさ、なんか平気で言うんだみたいなが結構キモくて、でなんか後々になって考えてきたらなんか余計キモくて、なんか考えをさ煮詰めるとさもっとキモくなるじゃん。で私その人のこと無理になったんだよ。悪気ない場合もあるから、なんかはそうだから悪気ないんだよ多分その人は。ではこういうタイプ嫌いだなみたいな感じで思ったっていう。キモくない？ちょっと本当に無理なんだけど、私口
口軽い人って本当に無理本当に無理すぎて無理だった。本人目の前にしてもか、うん。いやなんか嫌いだなって思いましたとかさ、まあなんか私がさ、じゃあ配信とかでね、なんか例えばこの間みたいになんか3月末空いてるみたいな、結構なんかちょっと配信でだけこそっと言うみたいなこととかってあるじゃん。ね、そういうのをさ、なんかさ2割同士ならいいよ。でもなんか私が嫌だなって思うのはその例えばそれを他のファン、他の子を推してるファンの人が聞いてて、でその他の子に推してる、自分の推してる子にね、リカちゃん3月末もしかしたらなんかやるかもって言ってたわらみたいな感じで言ったりするのとかもキモくて無理なの。その電書バトいるみたいな。シンプルにキモい。なんか人の情報でなんか話する人本当に無理うん、いたんですね。いや例えばの話、これはさっきのはリアルな話だったけどこれは例えばの話ね。そういう人はもう嫌だよって、だからあんま言わないでねっていう。そう、ここでこそっと言ってることってさ、だいたいさそうなのよ、確定してないことなの。だからなんかファンの人にだけちょっと予定気持ち空けといてほしいなっていうことを言ってるわけじゃん、私からしたら。でそういうことをなんか全然堂々と他に言っちゃうみたいなのって本当にハッてなるし、なんかそれはまあ例え話ね。だけどなんかリアルで普通になんか無理だった。なんか本当に人になんか普通にそういうこと言うんだみたいな、マジでキモくて無理。こっちはさ、だってさ信用して言ってるんだよ。そのさ信用をさ無にするの、ムニエルってこと？ムニエルの人ってこと？優しさを裏切るムニエル優しさを裏切るムニエルってこと？まずいなそれは、いろんな意味でダブルミーニングでまずいなそれは。うざい、無理。信用のムニエル信用をじゃない信用をムニエル、裏切りの想像、最悪だよマジで
もう料理長出てこい、対マンするぞ私と。ね、本当に無理、キモいなって思ったっていう話。なんかさ、そういうことをするとさ、なんか他のこと、その人の背景、例えばその人がなんか、なんていうの、じゃあ例えばその人がカメラを撮るのが上手い人だったら、そのなんかカメラもなんか上手いのかってなるし、そう、例えばの話ね、本当にキモい。でもさ、それがさ、なんか友達の友達とかだとさ、すごい気まずいよね。友達に紹介してもらった友達とかだとさ、うわー、これ気まずいなーっていうことになるじゃん。今それなんだよね。今それです。今私はそこにいます。私は今友達にもマジかってなっちゃう。いや、友達はまあなんか、まあ、うん、そっか、そこにもそうなるか。いや、でも私はそれはそんなに思わなくて、ただなんか信用は間違いなく私の中で崩れ去ったというか、はい、崩れ去って いきました。はい、友達の言い出した時いやもう本当にやだ。いつ見上げたものぶっ壊してで、ほんとぶっ壊された。なるほどね、そういう人ね、了解ってなった。私意外とそういうの本当に無理になる人だから、ちょっと今後の付き合い方考えようかなみたいな。でもさ、仕方なくない？自分が悪いじゃん、私。でもその時に言ったの、そういうのをさ人に軽々しく言うからさ話したくなくなるんだよねって。うん、意外と私言うから、そういうの今後のこととか考えないから。それ言えたの、いや言うでしょう、だってその人にとってもさ損だと思うよ、そういうふうに思われるの。ましてやこの世界の人と関わる仕事をしてるんだったら余計に気をつけた方がいいよっていう。
で、なんかそれを言った時に、なんか言われたら、その絶対言わないでって言われたら言わないみたいなこと言ってて、いやいや、わかるだろ、大体察しろよって思わない。謝ったら許せ、いや私はもう今後その人のことはそういう人だと思って関わっていこうと思ってます。はい、関わらなきゃいけない時には、でも私からはもう連絡することはないでしょうっていう気持ちですね。でもさ、なるほどねって思わない？なんかそういう人でも、なんかそういう程度の低い人と関わってると自分もそうなっちゃうかもしれないから、本当は関わらない、完全に関わらないがいいんだけど、私も友達の友達の手前ちょっと気まずいっていう、だからだからもうあんまり関わらないでおこうって心に決めた。自分からはね、最小限よね。そういえば今日のピメ、今日は肉やんですね。肉やんのやつだと思う。確か。でも肉やんこの時間帯見れないんじゃないか。見れてるかな。でもなんか私も私でそれ相応の対応をさせていただくっていうことで、なんでそんなクソみたいなのがリカちゃんの周辺に寄ってくるんだ。ねえ、ほんとだよ。ねえ、もう関わらないから大丈夫。大丈夫だよ大丈夫だよ。私もクソってことなのかな。類友って言うじゃん。私ももしかしたらクソなのかもしれない。リカちゃんはただ引き寄せる。それ一番最悪じゃない？それ一番最悪では？変な虫が寄ってく。でも私ももう分かった。なんか今までもおやおやっていう時あったんだけど、なんかもう、ああそういう人ね、了解っていう。
モードに入ったのでもう無理です。私からの信用は二度と勝ち取れません。さようなら。全部2024が悪い。2024マジで厄年なんだけど私。失って気づけばまだいいけど、失っても気づかないんでしょうね。うん。でもまあ私の中では確実に線を引いたので。はい、オッケー、さよならってなった。はーい、オッケー、さよならーってなった。なんかもう私すごいあれなんだけど、嘘つく人と口軽い人と嫌いなんだよね。みんなも気をつけて。私へのまあいろいろタブーはあれど、絶対 NG が嘘つくことだから。もうこれだけは揺るぎないこと。嘘ダメ、絶対。そう、嘘はダメですよ、絶対に。A 型の長寿は嘘をつかれるのが嫌いです。A 型の長寿関係ない。だみんな嫌いだろうけど、私はすごくそれが嫌なので気をつけてください。なんかでも、あ、この人前に聞いた話と違う話してるなっていうのも、あのちょっと信用できない一つのあれになる。え、てかさ、これもさ、めっちゃ怖い話なんだけどさ、私さ、なんか一回、ちょっと聞いてくれる？みんな。え、聞いてくれる？みんな。聞きます。あのね、なんか私バイトの時の結婚式場ね、結婚式場のバイトの時に一番仲良くなったあの高校、違うんだけどバイトの友達みたいなのがいたので、その子と結構長い間仲良くて、アイドルになった後も2回ぐらい遊びに行ったかな、行ったんだよ。で、まあ、その子の恋愛相談とか、その時になんかハマってたダメ男がどうのこうのみたいな話とかもすごい聞いてあげてたから、私めっちゃ覚えてたのね。で、なんか一番やばかったエピソードが、バッタじゃない、バッタ男だから、なんか女の子なんだけど、一番やばかったその子のエピソードが、なんかバーテンダー大阪になんか
なんかめっちゃメンヘラな子だったのその子も。でなんか大阪に一人でなんか彼氏に振られた時に昇進旅行みたいな、そう行って、そしたらなんかバーの前で泣いてたんだって、泊まるところ見つかんなくて。そしたらなんかそのバーのバーテンダーさんがなんで泣いてんのって言って、まあ入んなよ店みたいな言われて、でその人となんか朝まで喋ってて、そのバーの店の中でね、で泊まるとこないなら朝までやってるからいるみたいな感じで言われて、でそれ朝まで行ったんだって。で普通にしかも大阪だよ、大阪に一人で昇進旅行行ってる時点でちょっと頭大丈夫ですかっていう感じなんだけどでなんかよく覚えといてね、今私が今話してることよく覚えといて。でなんかそのバーテンダーの人がなんかいつ帰るのって言われて、まだ明日明後日まではいようと思ってましたって言ったら、じゃあうち来るってなって家に行ったらしいので、なんかそのまま付き合うことになったんだって。そこまでがちょっと急展開すぎてみたいな感じだけど、そうなんだって話聞いてたの。私もさ、なんかそういうあなんか経験があるわけじゃないから、そういうもんなんだみたいな、その時はね聞いててもうでもそれも 5,6 年前の話かな。そう付き合うことになったんだって。でその人がなんか富山に、その富山の友達だからね、富山に引っ越してくるみたいななって、で私は帰省したタイミングでそれを聞いてたんだけど、その時は私は東京に住んでて、そうなんで付き合うそうで、なんかその人とまだ付き合ってるみたいな話をしてたんだよ。でもやばくてその彼氏みたいな、でその彼氏がその子のね、そのバーテンダーの彼氏がなんか運転がペーパードライバーみたいな感じで、あんまりしたことなかったんだけど、なんかレンタカー借りてドライブ行ったんだよねっつって、でおーってなるじゃん、ドライブ行ったんだみたいな。でなんかコンビニかどっか寄ってから行こうみたいになる時に、まあなんかそのバーテンダー無理したのか知らないけど、なんかバックでこう何駐車する時に、なんか障害物かなんかがあったのか、バックしすぎちゃって、でバックなんて言うんだ、フロントガラスじゃないところってなんて言うの、後ろのガラスが、車のガラスがねバリバリになるぐらいまで普通に事故ったらしくってやばくないありゃそうそう、リアガラスって言うんだ、そのリアガラスがバリバリになるぐらいまで普通に事故ったらしくって、でそのコンビニの店員さんと一緒に掃除してやばかったんだよみたいな、でその時の写真も見せてもらったの私で、わーすごいねみたいな、こんなにバリバリに割れててさみたいな、で車もさレンタカーだしさ超高くてさみたいな、その弁償代みたいなので、なんかっていう話を一通り聞いたので、その彼氏やばいんじゃないみたいな、いつまで付き合うのみたいな、わかんないけどでも普通にいい人だよみたいな、で、ま、なんか富山にそう2号店みたいなのをオープンするんだよねっていう話を聞いてたのね。で、まあ、私もなかなか富山に帰んないから、その1年後ぐらいにまた富山行くタイミングがあるから会おうよってなって普通に遊んだのね。でそういえばさ、あのバーテンダーのさ事故った彼氏どうなったのって聞いたの、間違いなくその子に聞いて、私は写真も見せてもらってる、でどうなったのって聞いたの。そしたら、え何それって言われて、え何それって何みたいな、え何バーテン何それみたいな、えいやいやバーテンダーの彼氏いたよね、
え、 何の話みたいな言われて、えってなって、いやいや、なんかさ、事故ってさ、なんかガラス割れて大変だったみたいな話したじゃんって言ったら、え、何の話それみたいな、え、私写真も見せてもらったよみたいな、え、あのさ、大阪で出会ったバーテンダーの話だよって、え、何の話それみたいな言われて、え、そうで、え、私確かに聞いたのよ、確かに聞いたの、私絶対だってこんなに記憶に残って話せるわけないじゃん、あまりにも衝撃的な話だったからねえ、え、なんか、え、病気とかしたって、私怖くなって、え、病気とかしたみたいな、記憶喪失って思うぐらい今やばいよ、めちゃくちゃ怖いんだけど私みたいな言ったら、え、まずなんかバーテンダーと付き合ってったことないよみたいな言われて、え、みたいな、で、私来月結婚するんだみたいな言われて、え、ちょっと待って、わかんないみたいな、え、どういうこと、どういうことみたいな、その子なんだよ、間違いなくその子で、私は、私記憶力いいじゃん、でめっちゃ覚えてたのその話を、っていうかこんな話忘れるわけないじゃん、やばい彼氏だねみたいな、いろいろと大丈夫みたいな話をしたからめちゃくちゃ覚えてたのえ、怖くない？ね、フロントガラス、フロントガラスじゃないや、リアガラスだっけ、その後ろのガラスがバラバラになった写真も見てるし、で、なんか、え、彼氏顔見せてよって言って、私はそのバーテンダーの彼氏の顔も見てるの、写真で、で、その前の彼氏に振られて病んでたことも知ってるし、大阪に昇進旅行一人で行ったっていうやばい話も覚えてたので、だからその話を一通りしても、え、まず大阪って何みたいな、え、何のことみたいな言われてちょっと待って、この子は何、どうしてしまったのと思って、私は絶対もう間違いない、絶対に私の記憶が、いや、でも私が間違ってるのかとか思い始めてあまりにも何のことみたいな感じだったから、結婚するから自分の中で過去を、え、しかも、で、聞いてくださいよ、それで最後まで聞いて、で、記憶なくて、で、結婚するんだって言って、で、あ、そうなんだみたいな、結婚すごいね、おめでとうみたいな話をしたのが、だいたい私が3歳ぐらいの3年前ぐらい、いや、もっと前か、22とかの時かな、その時あった、その彼氏のヤバ彼氏の話を聞いた時にプリクラも撮ってるから、え、この時の彼氏だよっつって、この時に言ってた彼氏だよみたいな、え、いないいない、そんな彼氏いたことないよみたいな、で、は？は？意味わかんない、は？ってなってで結婚するんだって言ってたじゃん、で、その1ヶ月後ぐらいに、1ヶ月後結婚するんだって言ってたから、1ヶ月後、ちょうど1ヶ月後ぐらいに、そういえば結婚したんだよね、おめでとうみたいな LINE したの、私も LINE 放置魔だからさ、あんま LINE 返さないから、 LINE したな、なんか、え、結婚してないよって言われて、え、何がってなって何が、え、ちょっと待って、本当に意味わからんってなって、え、結婚するって言ってなかった、前に会った時に、え、してないしてないみたいな、え、彼氏はって言ったら、え、彼氏いないよ今みたいな、私は誰と話してたんだろうかっていう、で、私も友達そんなに多くないからさ、絶対間違いなくその子なのね、あ、これって誰々が言ってたか誰だったか忘れたけどみたいなことってあんまりないので、さ、なんか私がさ、そういう恋愛の話を聞くのとかってさ、まあ、メンバーとかはさ、まずないし、なんかその、なんていうの、
そういう友達しかないわけよ、地元の友達とか。だから絶対覚えてて、私は間違いないの、本当に信じて。私は全くなんかそう、自分の記憶に疑いを持ってなかったのに、あまりにもそんな感じだから、でも私見たんだよ、写真も見たし、フロントガラスをなんかあのほうきとちりとりみたいな掃除してる動画とかまで見たの。なのになんか「え、何の話?」みたいな言われて、でそっから怖くなって、そのことは疎遠になっちゃって、で LINE も返ってこなくなっちゃったし、もうインスタもつながってないし、そうインスタも分かんなくなっちゃったし、もう分かんないんだけど、え、怖くなっちゃって。私でその子結構長い間仲良かったんだけど、でなんかその子の友達、その一緒にバイトしてた、え、しかももう一個あるの、もう一個そのやばい話がもう一個あって、でなんかそのバイトして、一緒にバイト、そのバイト先に行ったもう一人友達がいて、その子も私はなんか、まあ、バイトしてた時は仲良かったし、でもなんか結構私は普通に嫌いだったのね、まあ、よくいるぶりっ子みたいな感じで、でなんかそのなんだろう、私にすごい嫉妬してあることないこと言ってくるような子で、あんまり好きじゃなかったの。そう、普通に苦手だったんだけど、ていうかなんかほんとなんか、え、ツイッターで悪口書かれましたみたいな、私にね、私一個も書いてないのにツイッターに悪口書かれてみたいな言われて、え、書いてないけどみたいな。で私その時めっちゃフォロワーいたから、なんか潰したかったのか何なのか知らないけど、そういう子な、そういう子ね、まずそれを頭に置いて、でその子がじゃあその結婚するってなった時に、なんかメッセージ欲しいんだよねって、共通の友達だからさ、そのヤバ彼氏の女ね共通の友達だったから、え、いいよって言って、でも本当は嫌だったけど、なんかリカからメッセージ来たら絶対嬉しいと思うんだよねみたいな。で私まあアイドルだし、なんか富山のテレビとかでも映ってるし、多分みんなそういうのもなんか好きだと思うから、メッセージ送ってあげてくんない、お願いみたいな言われて、で私わざわざ青春高校の楽屋でメッセージ取ったの、お願いされたからね。本当は嫌いだし嫌だったけど、なんかご結婚おめでとうございますみたいなのをなんかスケッチブックかなんかに書いて、なんか動画みたいなの送ってくれないって言われたから送ってあげたの。そういや、いや嫌いだったけどね、その女のことは。で送ってあげたら、なんか私がそれで、え、そういえばその会った時にね、そういえばあの子の結婚式でさ、私の動画流れたんだよね、大丈夫だったみたいな、っていうか向こうもあんまり私のこと好きじゃなかったと思うんだけどみたいな。で「え、なんだっけそれ?」みたいな言われて、あーあー、はいはい、言ったねみたいな。動画もらって、でもなんか忘れてて私2人仲悪いのみたいな言われて、いやなんか2人別に仲悪くはないけど、私はすごい一方的に嫌いだったからすごい結構頑張って動画撮ったんだけどって言ったら、うん、なんかいい感じだったよみたいな。これ本当に流したかと思ってでもなんか、え、2人仲悪いの知らなくってさみたいな、忘れててみたいな感じで言われて、でなんかそういう話がいっぱいこう積もり積もって、うん、なんか無理になっちゃったって疎遠になったう
もうでもそういう人もいますと。それにならない人いない説もあります。でも普通の子だったんで、私がバイトの時に関わってた時には別にそんなこと感じなかったし、なんか普通に仲良くしてたし、なんかそんなこともなかった。なんか急に記憶喪失みたいななかったし、なんかでもだからなんかちょっと病気なのかなとも思ったし、なんかだから私って結構そういうのさ感じるからさ、なんか無理な人は無理ってなってもうすぐ縁切っちゃうんだけど、その子はそこまで仲良かったからなんかそんな風に感じたことなかったのね。ペーパードライバーの事故でどっかだとしたら私に話す前にそうなってるだろ。でもなんかなんかでも思い返してみたらすごいなんか目もうつろだったし、なんかもしかしたらすごい病気だったのかなと思ったし、でもそういう話一切せず私にはだったから、なんかでも怖くない？っていう怖い話があるよっていう。というかなんか、え？薬系ってこと？え、ちょっと待って、なんかその子そんな感じもなくもないからちょっと怖いんだけど。え、怖い、ちょっと待って、怖いんだけど。でもどっちにしろ怖いよね。シンプルに病気だったとしても何にしろ私が聞いた話を全て忘れてるっていうか、なんか そもそもそれ誰みたいな、そんな話したことないけどみたいなことになってたから、でもなんか、え、そうだからそれが私一番怖くて、対人の怖い話で言うと結構本当に最上位に入るぐらい怖い話ですねそれ。うん、いや私もさ、これ職業上いろんな人に会ってきたけど、そいつが一番やばかったかもしれない。いや忘れないでね。いや、やめて、そのやつ怖いから。本当に私は確かに見たんだよ、割れたフロントガラスじゃない、ガラスも掃除してるところの動画も見たし、彼氏の顔も見たんだよ写真で。絶対に見たの、絶対その子なの。私友達多くないから忘れるわけないんだよ。でも私もあまりにもそんな感じだったから、え、なんか握手会でいろんな人と会いすぎて誰かの話と間違っちゃったのかなと思ったの。でもさ、そんな話する人さ、その時の私にその子しかいなくて、でなんかと思って、でもさ、それまでのさ仲良かったその子のイメージもちゃんとあるから、なんかそんな子じゃないしなみたいな、急にそんな嘘つく子じゃないしなと思ったし、なんかもう頭ぐちゃぐちゃになって私がおかしくなったのかと思ったぐらいやばかった。
でもさ、その時私もさ、すごくあの大変な時で、なんか気づかない間に部屋の中がぐちゃぐちゃになってたりとかしたことがあったから、もそういう感じのあれかなと思ったの。なんか精神的にすごく辛いことがあって、なんか思い出したくなくて勝手に脳みそが蓋をするみたいな。私もそういうことがあったから、なんかえ、なんでこんなぐちゃぐちゃなのみたいな。私はあんまり人に迷惑をかけたこと あるかマネージャーさん待たせたことあるな。でもなんかそのなんか見えるところではそうなったことないから、みんなに対してね。だからなんかそういうなんか病気系のやつなのかなと思ったし、っていう。いやでももう考えられ、私ずっと考えてたんだよね、なんであんな何もなかったかのように喋れるんだろうと思って。いやでもすごかった、人間ってこんなに言ったこと忘れれるっていうぐらい、なんかえ何の話みたいな、絶対それ誰かと間違ってるよみたいな言われて、いや絶対お前だよっていや絶対お前だよっていう気持ちだったけど、え絶対それ誰かと間違ってるよ、私そんな彼氏行ったことないもんみたいな、マジこんな感じなの。すごいよね、だから脳みそバグったすぎる怖いよね。スマホの写真も消したのかな。いや、わかんない。でも私その時写真も見せてもらったよって言ったけど、え、ないないないみたいな。そんな写真撮ってないしみたいな。マジで記憶いない。何の話みたいな感じだった。スーっていう。な、じゃあ、うんだ、違う人かなみたいな。私ももう折れるしかなかった。世にも奇妙な物語。ほんとそうだよ、ほんとにそう。でもリカちゃん友達と認識はあるの？そうだよ、ある程度 IQ があると故意的に忘れることが可能。あーでも頭いい子だった、普通にちゃんとした高校行ってたし。そうだから私は信じられなかったの。え、どういうことみたいな。私も分かんない。で私も頭パニクって、うんうんうんって なりすぎて、え、宇宙人とかにアブダクションされたことあるって聞いたもん。え、あのさーって宇宙人にアブダクションとかってされたことあるって聞いたからね。
何それないよって笑われたけど、おおないかこうやって。だってあまりにもおかしな話すぎてさ、真剣にそれを検討してるの。いやだってもう意味わかんなかったんだもん、私からしたら。えっていう、何言ってんのこいつ。でも本当にそういう人もいます、なんと世界には。世界にはいろんな人がいるんだなぁ、みつおって感じ。でもいいんだよ、人には人の乳酸菌だから。でもさ、そういう人ってやっぱ信用できなくなるよね。なんかどこまで信じていいのかわかんないみたいな。私も都合の悪いこと記憶から消そっかな。え、何？2019年の総選挙何それみたいな。え、何それみたいな、そんなのあったっけみたいな。いないよみたいな、何の話。使える技かもしれない、もしかしたら。すごいお腹鳴った。お腹空いてるのかもしれない。うん。お腹ちょいてんのかもしれない。はい、もう1時間経った。時間溶けるわマジで。ショールームしてると時間溶けんだよな。私は今せっせと皆様に見せるためのインスタグラムの画像を加工しています。えらいね。エピソードが衝撃的すぎて一瞬やった。でしょ？人の悪口に始まり。びっくりした。もうこれは悪口っていうよりも何それっていう話だけどね。何がっていう。
あれ出てこない。シャインマスカット飴食べてないよそんなの。シャインマスカット飴をちょっとあのリベンジしたいんだけどさ、なかなかなんかめんどくさいそんなに素直なことあるっていうね、めんどくさい昨日 TikTok 上げてさ、久しぶりに見てくれた？ TikTok 私がなんで上げなくなったか知ってる？みんなが見てくれないからだよ薄がザラ、え、ザラだよねこれ。ちょもう忘れた、どこのトップさっけこれ誰か教えて。何かが始まる、変わる私の世界が必ず愛に行く、あなたに。でで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 、見た TikTok。みんなが見てくれなくなったからあげなくなったんだよ、知ってる？え、しかも聞いて、あのね、昔前にさ、私がどうしても仕事で買いに行けなかった、あれ覚えてる？いちごのエプロンを再び使う時が来たんですよ。だから使ったよっていう、ね、ビスチェがだいぶ前に買った、これもシーンです。そしていちごのエプロンが、あれはアクシーズだったよね確か。リカ姫物持ちいいんですエプロンの綴りってさ APRON？スカートが スカートどこだっけ？多分ここちょっともう分かんない、忘れた。
多分ここかな。で靴がシューズが、うわっちょっと誰かさ、誰かネットストの人ネットストーカーを趣味でやってますっていう人いる？出てきにくいか。じゃあ2回目の服に詳しいよって人リカちゃんこの靴履いてるとかよくわかる人いる？あのさ、昔さ私が長野に行った時にさ、チェックの黒のチェックのワンピース着て三つ編み確かしてた時の靴見てきてくんない？厚底の白のエナメルので下がちょっと木っぽい生地のあれどこの靴だったかな。ニューミーじゃない、うわー忘れた。タグ付けしてないかな確か。それかスイーツ部の収録の時のチャイロイスカート履いてロエベのバッグ持って茶色のベレー帽かぶってる時にも履いてたと思う確か。でちょっとジャケット着てる。わあ誰かわかんないかな。インスタにタグついてないかな。時にも履いてた白いエナメルの厚底の茶色の靴下が茶色の木みたいになってる。ベージュか、ベージュの木みたいになってる。今特定しに行ってくれてるかな。頑張れネットストーカー。人生でネットストーカーを応援する日が来るなんて思ってなかった人生において頑張れネットストーカーっていう時が来るなんて思ってなかった。最低だよ。あーそれだ、そうだ、そのブランド今もあんのかな。 L&Sick ってどういう綴り？あ、これだ。はい、ありがとうございました。それです、天才です。ハッカーになってください将来誰今書いてくれたの？ユナタソウ？ありがとう！天才ハッカー。「喜んでいいのか」ありがとう、私のこの説明で伝わってんのやばい。以心伝心だね。ねえ
うちらニコイチだもんね。何かが始まる、変わる私の世界が。うわ、頭から離れない。ね、あれ見た、マイエレメント。なんかさ、見たんだよ。え、言いたいことわかる？私が言いたいこと。やっぱりさ、なんか、なんか恋とかが題材だとさ、男の人がさ魅力的、その男側になる人、ただ王子とかがさ魅力的じゃないとさ、やっぱちょっとなんか、なんていうの、うんってなるわけよ。私なよなよしてる男嫌いなの。マイエレメントはなんかまさに典型的なそれだった。しっかりせーってなる、会社ないのーって。貴様には本当に金玉がついとるんかっていう、あ、ごめん間違えた。ちゃごめんごめん間違えた。さっき読みとったのに、ごめん間違えたごめんね。でも本当にそう思ったの。泣かないでほしい、男のくせに。でもずーっと見てる間中ずーっと「こいつ金玉ついてねえだろ！」って言ってた。ねえねえ、もうほんとに嫌だったあれ。なよ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 して男のくせに会社ない、シャキッと知られまって思うわけ。ちょっと無理だったね私。え、マイエレメント見た人いる？ディズニープラスでさ、もう配信してるんだけどさ、いやーちょっと私は NG でしたね。見た方が良さそう。いや、見たら私が言ってることわかる、すごく。わー、リカちゃんはこういうの嫌いそうだよねって。でもエンバー、その女の子はすごい私っぽい。エンバーが炎のエレメントの女の子なんだけど、エンバーは怒ったら「えぇ！」ってなるの。すごい私っぽさを感じた。そう、感触を起こすのね、エンバーって。怒ると。なんかその雑貨店をやってるんだけど、そう、お父さんのお店を継ぐために頑張ってこうやってるんだけど、そのエンバーのなんか性格はすごい私に似たものを感じた。なんかすぐカッとなるみたいな、うんみたいな。その迷惑な客が来るんだけど、迷惑な客が来た時に、うざーなるわけ。ママ私やん、ママ私で草って感じ。で、手が器用で、なんかその炎を操ってガラスでいろんなもの作ったりできるんだけど、なんかそういうところとかもすごい私にそっくりで、エンバーは私に似てるけど、私あのなよなよした男嫌いだわ。で、その恋に落ちるみたいな感じのが水のエレメントなんで、火と水ってさ、まあ
混じり合わないというか対なる存在じゃん。だけどそのお互いの存在、お互いのいいところを知ってどんどんこう惹かれていくみたいな話なんだけど、話なんだけどね、話なんだけど、マジで、いや私はなんかすぐ泣くの、その水のやつが。で火が強すぎると水は蒸発しちゃうし、で水が強すぎると火は消えちゃうでしょ。だからすごいね、なんて言ったらいいんだろう、ほんとなんか最初は水と火が一緒になるなんてありえないみたいな感じなんだけど、どんどんこうなんか金曜ロードショーでやんないかな、金曜ロードショーではやらないんじゃないか、わかんないけど、ハッピーエンド？それはもう見てからの楽しみですよ。いや面白かったよ、内容的には。ただ私はその水の男が気に入らなかった気に入らなかった。なよ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 して、なよなよすんなって言ってた、見ながら一人で。でもたまに頼もしい時もあるんだよ。たまに頼もしい時もあって、おおやるやんってなるんだけど、でもやっぱさ、やっぱさそのさ、大事だと思うんだよね、その感情移入できるかどうかって、作品において。やるときはやるタイプか。うん、でもなんか私はどっちかというと、いつだってやれる男がいい。いつだって全力で何かをできる人がいい。しかも私のために。
そう、私さ、大きいバッグ探してて、すっごい大きいバッグ、ボストンバッグっていうの。ちょ、聞いてくれる？これも怖い話なんだけどさ、私ずっとさ、アーペン製のでかいやつ使ってたの。そしたら、なんとですね、荷物入れすぎて、なんと、持ち手がぶっちぎれました。はい。はい。一応縫ったんですけど、縫って使えるは使えるんだけど、ちょっと心もとなくて、なんかやっぱそもそもボストンバッグじゃないし、トートバッグだから詰め込みすぎてたっていうのがあるので、強いボストンバッグが欲しいんですよね。なんかおすすめのないですか？これはみたいなやつあったら、あのまた DM かなんかで送ってください。え、みんなが送ってくれたやつ、じゃあ本当に見てんのとか言われそうだけど、私さ本当に買うからね。ね、本当に買ってるからね。あ、なんかね、スポーツ系のブランドはね、私ね嫌なんだよね。なんか部活行く子みたいになるじゃん。で、私の服に合わないから、だから理科目の服に合いそうなのを選んでほしいなーなんて思うかもしれない。理科ちゃん、これはどう？みたいなさ、いつもさ、みんながさ、URL 送ってくれるんだけどさ、それとかをさ、私ちゃんとさ、買ってるからね。ちなみに言うけど。えらいでしょ。聞いてそのままにしないから、本当に買うから。そこが理科姫の可愛いところでもある。なんかいいのないかな。あー、やっぱあれだな、私イラチーっす。え、なんか筋肉痛なんだけど、原因不明の。何したっけ私、なんか太ももがめっちゃ筋肉痛みたいな痛み。ダッシュで帰ったりしてるからかな。私帰るときいつもガン出してるんだよね。それかな。それな気がしてきた今。なんでこんな筋肉痛なんだろう。この間帰るときにガンダッシュしたからかな。帰宅ガチ勢だ。私帰宅ガチ勢だよ、言うけど。
ちなみになぜ？もう1分1秒でも早く帰りたいからだよ。それ以外にない理由は本当にそれしかない。1分1秒でも早く帰りたい。信号待ちで足踏みしてるもん。階段？階段は2段飛ばしです。常に階段は常に2段飛ばし。だから早く帰るために走れる靴履いていく。ガチでしょ結構ガチでしょ。想像の3倍ガチだったなんか靴まで写真写りますよみたいな時は頑張って靴 ちゃんと下の履くけど、そうじゃない時はもう想像の3枚ガチだっただからガチだって言ってるやん。最近しかも近道見つけたし、でもなんかその道は謎にいつもなんか謎のおばあちゃんに声をかけられる。おかえりなさい。まあ富山だからそんなこともありますと。急いで帰るはわかるけど、ダッシュで帰るはそうねダッシュだよ、いつだって。私が世界で一番頑張って帰ってること、なんかギネスとかに登録してくんないかなギネス舐めすぎ、さすがにギネス舐めすぎ。帰宅 RTA、 まさにそれ。最も帰宅に本気なんだでしょ。だってさ、家にいる時点で帰りたいって言ってんだよ。やばくない？私そろそろやばいと思う。
それ家でそれはどこに行こうというのか家出る前にサーバー借りて、あ、家だったまだってコントみたいなことをやってる一人で。仕事行きたくない。え、わかるよ、仕事って行きたくないよね私でさえそうなんだから、みんなもっとそうだろうな。そう、よく言われるのよ、なんで好きなことできてるんだからいいじゃんって。お前さ、じゃあやってみたらってお前マジじゃあやってみたらっていう気持ちで、私からしたら。愉快好きでもさ、私の日常さ、ほんとさ、なんかさ Vlog みたいにして出したらさ、全然おしゃれにならない。もうなんか心配されると思う、ファンの人たちから。え、リカちゃんえ、リカちゃんっていう感じになると思うよ。うん、なんかいっぱい心配すると思う、普通に人として普通に人として心配する推しの日常ってやばくない？だいたい想像できる、みんなが言いそうなこととしては、え、ご飯作ろっかみたいな俺がやろっかみたいな、家事とかっていう風になる。未来がガン見えしてる。学校行きたくないって思って校門で帰ったこともある。私もあるよ、仲間だね。いいんだよそういう時は行かなくて。本当に学校つらいとか行きたくないとか言ってる人いるけど、マジで行かなくていいと思うよ。そういう時に無理して行くもんじゃないから、学校なんて。無理して行ったってさ、勉強がじゃあ頭に入りますかって言われたら絶対入んないんだから、絶対行かなくていい、そんな。本当になんか行かなきゃっていう義務感で頑張って行ってる子は自分のこと大事にした方がいいと思う。普段送るべき日常が送れないほど困難になってる。それが SOS なんだから、自分の体の。無理したら本当になんかいろんなトラウマが後で蘇ってくることになるから、学生時代にそんなトラウマ作ったってマジでいいことないから、マジでやめた方がいい本当に。そう、なんかいじめられてて辛いとか、でもなんか親を心配させたくないから学校行かないとか、なんかそういう人が聞いてたら本当にやめていいぞそんな学校マジで そこで自分のことを大事にできなかった子とかがやっぱりそういういじめとかの餌食になって、で普通送れるはずの生活が送れなくなったりしてるわけなんだから、そうだよ本当にそう。私もね、学校行かなくなった時ありましたよ。でもなんか
親が理解者すぎてなんか気づいてたけど言わなかったの。私がなんか裏口、家の裏口からこう行ってきますって出て、家の裏口から入ってきて、でなんか自分の部屋に身を潜めて、で親が仕事に行ったら学校に電話かけて、中江理香の母ですけど、ちょっと体調悪いみたいで休ませますとか言って休んでたこととか全部バレてたんだけど、でも 言わなかった。それはなんでかっていうと、私が多分学校で嫌な思いしてるんじゃないかなっていうので言わないでいてくれたんだって。だそういうことがさ、やっぱさ、できる、やっぱ親って見てるからさ、そう、親にはバレるよ。でもだから相談できる人に相談しても早めに諦めた方がいい頑張ることを諦めることも時には必要。だって頑張れなくなるのが辛いじゃん、将来。そこで無理して頑張ったことによって今後一生頑張れなくなることの方が辛いから、とわしは思うけどね。急に長老出てきた長老は思うよ、うん、そうやって学校休んだりとか、なんか登校する道でもうその学校の最寄りの何バス停まで歩いて、一番近いね、学校の最寄りのバス停まで歩いたのに、そのままなんか知らんバスに乗って、子供バスどこ行くんだろうみたいなバスに乗って、なんか全然違うところに行ったこともあります。はい、嫌すぎて学校が。え、しかもそうだよ、その時にあれだよ、私一次審査通過のあれが来たの。そうだ、思い出した書類審査を通過したよっていうお知らせが、そのバスに乗ってなんとなく外眺めて、あ、学校行きたくないなと思って、でパッて携帯見たらメール来てて、一次審査通過のお知らせってなって、あ、じゃあもう学校行かなくていいじゃんって言って普通に帰ったすごくない？やっぱ運命だったんだよ。なんかその日は学校行ったら嫌なことがある気がしてたの、だから行かなかったの。体育あったし、体育嫌いなんだよね。
体調悪い日も走らされてさ。よしよし、こうやって喋りながらもインスタの下書きをどんどん貯めていっています。もう早く投稿しないと早く投稿しないとさ、全然投稿したいから私。今日あげたやつも見てくれましたか？なんかさ、1枚目しか見てない人がいるんだけど、たまに。え、全部見てね。頼むよ。いっぱい頑張ってこう投稿してるんだから。でもさ、私さ、すごいさ、てかさ、リカのインスタなんか画質悪いよね。携帯が悪いってことにしていい？これはもう。まあ iPhone には限界があるよ。え、なんか16のさ、iPhone16 のさ、あれ話題になってたよね。キモいみたいな。ビジュアルがキモすぎるみたいな。でもあれ本当なのかな？え、見た？なんかあのハンドスピナーみたいなさ。ハンドスピナーみたいになってなかった？カメラの部分が。ボロクソ言われてたよ、ネット民に。ダサすぎて泣いちゃったとかさ、なんかついてたな。え、ついてたよね。あれ確定なんで。でもなんか正しい情報じゃないみたいな出てたけどね。とかなんかプロはそのハンドスピナーになって、でなんか普通のやつはアンドロイドみたいになっちゃう、ギャラクシーの見た目と一緒みたいなことを書いてる人がいて、私ギャラクシーあんまり知らないんだけど、そうなんだと思って。でもどっちにしろさ、じゃあさ、なんか最新で言うと15買っといた方がいいってことでしょ。それが一番頭のいい選択肢ってことだよね。うん、デザインが大幅に変わるなら今の方が良くない？なんかでもさ、調べたらチタニウムの色しかないんだよね、プロは。私カメラいっぱい撮るからさ、プロがいいんだけど。確定が出るまで待つのもありだと。確かにまだね、正確な情報わかんないしね。いや、
最近の動画を編集すると、あ、大丈夫、ミュートするから、あ、違うよ、配信じゃなくて動画をミュートするから大丈夫だよっていう話ね。なんか最近さ、勘のいいガキが増えてきてさ、リカちゃんミュートするかなと思ったらさ、離席するやつがいいんだよね。で、大事なところ聞いてないみたいな。だから先に言っといた。勘のいいガキは嫌いだよ。だから離席するときは、飲み物取りに行くねとか、ちゃんと離席する理由と、あの、なんかどれぐらいで戻ってくるかみたいなのが分かるようにちゃんと言うようにしてるんだけど、もう最近本当にそういう人が多い。うざいよ、ちょっとうざいよ。勘のいいガキばかりで困るぜ、まったく。だからあの2回目はミュートしないよって。ほんとさ、どうでもいいさ、なんかさ、下ネタばっかり喋ってる時ばっか聞いててさ、ほんとさ、大事な話聞いてないよね君たちは。そういうとこだよ、マジで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 。すごい、インスタと下書きがたまりすぎてどっちが投稿かわからない。みんなさ、あれでしょ、どうせおじさんだからさ、脳みそおじさんだからさ、インスタあんまやらないでしょ。インスタに本気出してほしいんだよね。2割インスタ本気月間にしない？リカ姫今主にインスタを上げてさ、あの生存確認してもらってるからさ、インスタ強化月間にしたいんだよね。そう、インスタ頑張ろう、みんなで。どう？インスタを頑張るのはどう？まあ、リカ姫の過去の撮影の時の写真とか動画を上げてくれてもいいし、日常、普通にみんなの日常をあれするでもいいし、インスタをメインに活躍する人たちになってみて。そしたらなんかバズるかもしんないから。活躍できるかな。それは自分の頑張り次第ですから。
よいしょ、よいしょ、うんとごしょ。ほぼリカちゃんの連絡帳とかして、そうですよ。みんなもっと頑張ってくれてもいいんじゃない？投稿を見る専門です。リカをみんなのさなんかやつ見たいんだけど。そしたらちょっとはさ、リカ姫が頑張ってることがわかるかもしれない。あ、リカちゃんはこんなにめんどくさいことを毎回やってくれてたのかってなるかもしれんや。2割インスタ部できないかな。インスタだけなんかツイッターとかでさ、オピメアート頑張ってくれてる人とかさつぶやいてる人はさよく見るんだけどさ、インスタ頑張ってる人あんま見ないんだよね。だから中井理香って検索しても大したのが出てこない。そう、それ悲しいから、みんなもっと頑張ってくれんと。リカちゃんにだけ届けばいいと思う。その心良くないね。その心良くないよ、非常に。改めます。そう、2割インスタ部作ってほしい、本当に。逆に今なら認知されるチャンス。センス自信あるよって人頑張ってみてくれ。インスタのコツというかは、みんななんとなくインスタって画像だからこうスクロールしながら文章って見てないのよ。だからいかに目に留まる色合い、そのサイドとか高度を上げて明るく華やかな印象の画像を上げることを私はすごい目標にしてるんだけど、そうで、なるべくその抜け空間が広いなって思うところで撮った方がバズるらしいです。なんか
壁の前で撮ったりするより、バレてる壁とかだったらいいと思うけど、なんからしいですよ。だからなんかピメアートとかもインスタに上げてほしいし、なんならそれ用のアカウント作ってもらってもいいしみたいな。なんなら今まで作られてなかったのが不思議ですよね。はいっていう感じでやらせてもらってます。やらせてもらってますけど、いくらでも作るよって言ってる方いるし、本当？楽しみにしとくね、みんなの投稿。ふふふふふふふ。そうやって笑うのサザエさんしかおらんのよ。ふふふふふふ。この人はガチで見に行きます。え、見に行くよ、そりゃ当たり前じゃん。むしろなんで見に来られないと思ってんのか謎。サザエさん昨日腰痛めてたよ。マジで大丈夫そう？見に来ると言ったら見に来るし、フォロワー欄のチェックも当たり前。そりゃするでしょう、当たり前ですよ。サザエコルセットを買う。やばすぎる。病院でもらってほしい。それは買うのではなく、心配になるわ。リカ様、強度された膝は、え、今もうね、かさぶたになってる。あと残んないといいなって感じ。痛かったなあれ。もうギザギザの材質のテーブルには座らないことにする。
袋の件ですよね。そうめっちゃ痛かったのね。何ありゃ、これだ。みんなさ、船の C の船の中にあるさ、テディ・ルーズベルト・ラウンジっていうところ入ったことある？ないか。初めて聞いたな。そこのさ、スペシャルドリンクキラッキラなんだよ。今40周年でどこのお店もスペドリ出してるんだけど、めっちゃ美味しい。まあラウンジって言っても普通にディズニーだからお酒は出すけど、なんかノンアルとかもいっぱいあって、お酒の種類がたくさんあるところなんだけど、でもね、私は暗いからあんまり行かないので写真映えしないし。だけどこの間初めてそのスペシャルドリンクだけ飲みたいと思って、そこのスペシャルドリンク初めて飲むのね。あ、そのテディ・ルーズベルト・ラウンジには行ったことあるんだけど、スペシャルドリンク飲んだことなくて、40周年ので、そこ行ったら、なんか久しぶりに行ったらキラキラのドリンク出してた。あれ何入ってんだよ中に。そう、その40周年のもソフトドリンクだよ。ラメみたいなキラキラが入っててね、すごかった。インスタあげるね。いっぱいあげたいのありすぎて大変なことになってる今。代わりに誰かあげてくれない？大変だ。でもさ、アナと雪の女王のさ、クリストフのさ、歌はさ、すごい長えな、だりーな、うわ重た、
こういうとこマジ無理、変えるかみたいな感じで聞いてるのにさ、アリエルのさエリック王子の歌を聴けるんだよね。もう一度君に会いたーいってやつこの想いってやつね、わかる。アナ雪のクリストフのやつはちょっと、あ、ちょっともう早送りしたいなってなるけど、クリストフが不憫だって思ってるでしょ。でもあいつの歌マジで投げ、なんか本当に私本当嫌いなんだけどクリストフ周りくどさがない。いやわかる、だってさ、こっちはすごい大変な目に遭ってるのにさ、自分がいつプロポーズするかって、この悪口この間も言ったよねこの悪口この間も言ってた悪い人じゃないんだけど、悪い人じゃないけどさ、なんかさ自己中すぎて、こっちは今全然違うことで大変なのにお前手伝う気ねえだろと思って、めっちゃ嫌な感じ。だから別に王子様は好きだけど、クリストフだったら全然好きじゃないかも本当にディズニーの男性キャラってやっぱ好き嫌い分かれるわ私。でもそう思ったらやっぱ一番タイプなのがユージン・フィッツハーバートで2番目誰だろう、サリーかな、サリーもいいな、サリーの性格すごく好き、優しくてでも男らしいところもあっておもろいっていう、温厚じゃん。え、そう、やはり、まあ、ユージン・フィッツ・ハーバートはね最高ですよ。あの適当な感じとかだってラプンツェルを好きな要因にもちろんラプソンが好きなのはあるんだけど、ユージーンが好きなんだと思う私結構。結局のところサリーもいいやつだ。あと誰が好きだろうな、ディズニーのキャラクターで。みんな誰が好き？めっちゃ嫌いなのはガストン。ガストンはもう本当に無理。私さちょっと潔癖なんだけど、テーブルの上乗るじゃんあいつ、あれが本当に無理なのガストンは本当に無理。そう、行儀よろしくないっていうか、なんかもう汚い。あとなんか、まあ、仮にもさベルのことが好きなのにさ、ベルのお父さんにはさなんかさ冷たいじゃん、あれが無理。まず
うん、デリカシー、デリカシーない人無理なんだと思う多分私。不衛生ですよね。え、もう不衛生極まりないよ。ガストンはだから嫌い。嫌いなところの詰め合わせセットみたいな感じ。ガストンはガサツで。でもああいうさ、ほら、ちょっと大きい声で言えないけどクズみたいなやつってさ、モテたりするからうざいよね。それでまた勘違いするんだよ。そう、あんまりね大きい声では本当言えないんだけど、なんかああいうなんかクズみたいな人ってさ謎にモテるじゃん。それがうざいわ普通に。言ってますよ。あれ聞こえた今の。とんでもない美人とかひっくり返るような可愛い子連れてることあるような、ガストみたいな男。え、あのね、クズに寄ってくる美女なんて作り物だぞ。心が美しくない。外見だけどんなに美しく着飾っても、わかる？言いたいこと。シャネル、ヴィトンつけてても作りもんだぞ。と思う。ルイトモだから。肌色のタイツ入ってね、あれ流行ってるけど、何が可愛いの？肌色のタイツ。肌色のタイツ流行ってるよね。みんな履いてるけどさ、なんか人間じゃない色見してて全然可愛いと思わないんだけど。やっぱ女は黙って生足の人だから私。寒くても頑張っちゃう人だから可愛くない。それか私はもうなんかタイツってわかるタイツをよく履くんですけど、そういうのだったらなんか全然いいんだけど、肌色のタイツ可愛くない？なんか老けて見える。老け見えしない？私あれ全然可愛いと思わないんだけど。あ、履いてる子いたらごめんね。配慮遅め。フェイクタイツってやつ。そうそうそう、膝の裏にさ、なんか階段とか登った時にさシワとか見えてさ、なんか可愛くなくない？よかった、それ持ってんの私だけかと思ってたから。みんなそれ履いてんな、全然可愛くないのにと思ってたから。みんな思ってた？私だけじゃないならよかった。でもなんか寒いから履いてんだよみたいな女いるけどさ、足綺麗に見せたいっていうのもあるでしょって思っちゃう。あと全然なんかタイツってわかるし、悪あがきだなと思っちゃうけど。
一個聞いたらすごい悪口言ってきた人みたいになってるよね私今。違うの、私前から思ってたの、最近めっちゃ流行ってるけどこれ何が可愛いんだろうって。だからなんか分かってもらえて嬉しいの今。流行ってない最近あれ、何が可愛いのマジで全然分からん。私靴下も嫌いだしタイツもなんなら嫌いだけど、ファッションのために頑張って履く時はあるから。肌色のタイツって書いたこと反省しても反省しなくていいんだけど。え、なんかさ、私さ短いスカート履いてる時にさ、自衛でさエスカレーターとか乗る時さ絶対横向きで乗るのね。後ろの人が男の人だったら見られんの嫌だから。意味わかる？その人が見てるか見てないかを見れるように横向きで乗るのね。で下に携帯向けとくの。そしたら見られること少ないんだけど、それでも見てくる人とかいるからね。短いスカート履いてると太ももみチラチラ見てくるやつとか。で、キモって思って私がとか言うとやめる強い私に勝てると思うな。うん、見るなら金払えと思って。そういう強いマインドで生きてないとやられるこの世界はこの世界は食うか食われるかだからえ、でも偉くない私ちゃんと。でもそうやって女子がやらなきゃいけないのをやめてほしい、変えてほしい。そんな世の中であることが間違ってる。むしろそうやって気をつけてないと、なんかそんな短いの履いてるから見られるの当たり前だろみたいな言ってくる気持ち悪いおじさんとかいるから。え、それキモ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 だよって思いながら夜直し姫。え、そう思う？みんなも思う人いる？え、でも短いの履いてる方が悪くないって思う人いる？論破できるからやり合おうやなあおいクソジジイども。おい、私と一戦やろうや。なんかでもファッションってさ、やっぱ可愛いの着たいしさ、自由でありたいじゃん。なのにさ、そういう人たちのせいでさ、なんかミニスカートを満足に履けないなんてさ、マジクソじゃない？勝負にならないよ。ただおじの屍が転がってマジでキモいなと思うからやめた方がいいよ、その考え方。
シンプルにキモい。なんか変に例えたりするより普通にそのことがキモいよって思う。なんかたまにさ、なんか男が丸々するのと一緒だよみたいな、なんか言ってる人いるけど、もう一緒のこととかない。お前らに気持ちは分からないだろうけど、とにかくキモいからやめてほしい。女の子がミニスカ履いてたらチラチラ見るような下等な生物と一緒にしてほしくない。履いてる方が悪いはありえない考え方やね。当たり前じゃん。そう思ってる人がいたらちょっと本当にキモいよってお前キモいよって思わず私もサスケくんになっちゃう。サスケくんになっちゃうよ。でもなんかそうやって私が横向きに乗ってたらね、なんかあ怖いんだなと思って配慮してなんか目をあからさまに背けてくれる人もいるの。だからそういう人には本当にありがとうって思いながら、世界にはそういう人もいます。はい、あなんか怖いと思われてるだろうなみたいな感じで逆に配慮してくれる人とかもいて優しいなって思うよ。ちょっと待って、もうもう2時間半経ってるやん。そんなことある？ランキング見ます。7位がステラさん、6位が元吉さん、5位がチョロスケさん、4位がメグネさん、3位がリュウジさん、2位がチャッタロウさん、1位がテリさん。テリさんありがとうございます。はい、今日はちょっとラジオでプリソンもなしですが、あこれテリモキバーガーか、誰と思ったわ今。あこいつテリモキバーガーか。テリバぐらい書いとけなあ、誰かわかんねえだろもう。ホリモキの面影ゼロだよお前なんかは。マジ誰って思った。えこんな人 いたっけと思ってびっくりした。はい、じゃあねー。バイプリー。プリ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 。